おはようございます。バンです。今日もですね、休日ということもあって石積みの方をやっていきます。とはいえですね、この枕木ですね、この枕木の位置がね確定しないことにはちょっとここから延長してね、整備していけないんですよ。なのですけれども、枕木のねこのボンドがまだ固まってないんですよね。でこの状態でチェーンソーを入れたらこの辺がね、和訳ちゃんになるような気がするんで、これはちょっと、もう 2,3 日ね乾かす必要があろうかと思いますね。まあ、だってまだ真っ白やもんね。で、こっちの枕木の方が結局長くなったんかな。でね、まあ、ここにはめていくんですけども、長い方を、湖側にで、ちょっとだけ短い方をね山側にっていう風にしてねやるんですよ。でちょっと長さがねちょっと変わってきてます。ここの長さをね調節し直さんとあかんんですよ。なのであの辺の石組みもちょっとずつね20センチほど、幅がね狭まることになります。なので何部やっても石をぎっちりしてもですね全部ずらし直さなあかんということになるんですね。とはいえですね、まあ、せっかくの休日なんで、この辺の石ですね、特にこの辺、これとかそうですよね、水位もねだいぶ下がってます。BSL マイナス47か8ぐらいだと思います。だいぶ下がってます。なのでもう一気にねあの辺までね上げようというふうに思いますね。その作業を今日はですねやります。でここでね矢倉組んでここで位置決めし始めたんですけども、ちょっとねこれは全体的に20センチこっちに移すということなんで、この辺はちょっとまだまだ先です。なのでこの辺のねぐちゃぐちゃのやつをまずあの辺に上げるという作業からねしていきたいというふうに思いますね。撮影はどの辺からしようかな、ちょっと考えますけれどもといったところです。それでは作業開始です。はい、どうもです。ちょっとカメラのね、調子、GoPro の調子がね、めっちゃ悪くて、すぐにね、止まっちゃうんですよね。全然撮れてないかもしれないです。でね、今日の作業なんですけども、石をね、この辺り、なぎさにあったやつをガンガン上げていって、そうですね、5、6個は上がったと思います。あとまだもうちょっとね、この辺ありますけども、もうちょい、いや、まだまだあるかなといったところですね。でね、枕木の方なんですけども、一つはめました。一つはもう乾いてたんでね、塗装が。で、あとはあのボンドが乾いてないやつはまだちょっと二段目のやつですね。それはまだです。で、このね、一段目と二段目、ほぼほぼね、横幅が一緒でした。ボンドがまだ固まってないやつが2センチほど、横幅が狭いんで、なので上段にします。で、下段が確定したんで、もうちょっとこの辺ね、誤差範囲ですね、ちょっと石を寄せて、で、こっちの方もね、寄せました。で、ここちょっと段差できてるんで、この辺りからね、もう一回ちょっとやり直します。ここは確定です。で、この石は仮ですね、お辞儀してこないようにやってる石というわけですね。で、あとはこの辺にもね、何やかんやごちゃ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 あるんですけど、これがねどこまで埋まってるかですね。ちょっとバールでテコ入れしてみましょうか。動きはいいんですけどね、ちょっとだけやってみましょう。
はい、どうもです。大丈夫ですね。とりあえず手こ入れしたやつは、全部動きましたね。これちょっと未確認ですけどね。ちょっとこれ上に石が乗ってるのでちょっとやってませんけれども。これはね、ビクトも動きました。よかったです。氷山の一角だったらね、えらいことなんですけれども。とりあえず、今日のところはもうこの辺りにしとこうかなというふうに思いますね。よかった。とりあえずね、よかったですね。ここが確定したんで。あとはね、もうちょっとここをね、確定させたいんで、3段目乗せていきます。で、あの辺で、じゃあここで2段、2.5 段にして2段にして1段。そんな感じでね、ちょっとここは難しい作業になるかなと思いますね。子供たちがね、上を乗って遊んでも石がぐらつかないようにということと、見栄え、それから強度、全部両立させる、ところで、ちょっと腕の見せ所かなというふうに思いますね。こっちは順次ね、ここまで決まったんで、アプローチがね、決まったんで、順次ここの辺を整備していくんですけども、ここをどうするかですね。やっぱりここは、一遍どけた方がいいですね。なので、これちょっと、とりあえずもうちょっと向こうやって、どうやってやろうかな。ちょっとあの辺にね、木がないんですよね。アンカー打ち込んで、やるか。あそこの木だとね、ちょっとね、川寄りなんですよね。ちょっと難しいですね。まあ、なんとかかんとか、これを動かしたいですね。これもちょっと手こ入れできるかどうか確認だけしとこうか。はい、どうもです。確認できましたね。今のところ氷山の一角となっている石は見当たらないですね。はい、よかったです。本日以上です。ではでは。